では創薬現場における PDB の多角的活用っていうタイトルでお話をさせていただきます。アステラス製薬の白井でございます。まず PDB、 タンパク質立体構造のデータベースですね。で、本日現在、11万エントリーほどあるというもので、 PDBJ っていうのが、ジャパンですね、 PDB の日本サイトであるということで、特色として、日本語で初心者にも分かりやすい工夫がなされているという、その非常にシンプルな話ですけど、非常にありがたいサイトであります。また独自の解析ソフトも提供されていて、このタンパク質、大阪大学タンパク質研究所の方で、今タンパク化学よくご存知の方が作られているっていう、サイトを運営されているというのは非常に重要なところだなと思っております。さて、本日2点トピックス紹介させていただきます。1つは、創薬現場における PDB をどういうふうに利用しているのかっていう点、それと、最近製薬会社が主導で、産学連携、特に国際的な産学連携っていうのがいろいろと広まってきていますので、そこと、またやはり PDB との関係について紹介をさせていただきます。まず1つ目のトピックスということで、創薬現場における PDB 利用ですけれども、大きく3点ほどございます。1つは、ストラクチャーベースドラッグデザイン、古くて新しい活用法、そして、バイオインフォマティクスのとしての創薬におけるバイオマティクスの活用として、その中での PDB は、1つの貴重なバイオ情報のソースとして使われていると。それからもう1つ、バイオセラピューティクス、例えばタンパク質、ペプチド、それから最近抗体薬とか、そういうところにおける PDB の活用、これは最もポテンシャルが大きい、今でもいくらか使われてますけれども、今後それの活用の度合いが大きくなっていくんではないだろうかというふうに考えております。順番に紹介していきます。まず SBDD における PDB 利用ですけれども、企業においてというか、創薬研究、化合物を取得するには、古くから3つのアプローチがあります。1つは、メディシナルケミストの経験や勘を使った、化合物のデザイン、もう1つはいわゆるランダムスクリーニング、最近でいうところの、ハイスループトスクリーニング HTS、それと並んで合理的なドラッグデザイン、昔でいうと QSAR のようなものから、今ではストラクチャーベースドラッグデザイン SBDD の流れ、この3つのアプローチがあります。で、成功、いい化合物を取るためにはなるべく複数のアプローチを取りたいということになります。そこでその SBDD のアプローチを取れるかどうかっていうのも1つのポイントになってきます。SBDD 実施において、その標的分子ですね、悪者の分子、その分子や、あるいはその標的分子のホモログがですね、PDB に含まれているということになれば、それはどういうメッセージかというと、その標的分子の構造決定をしやすいというメッセージになります。またそのホモロジーモデルも構築しやすいというところがありますので、この実はその SBDD を実施できるかどうかっていう、いわばそのゴーノーゴーディシジョンみたいなところに、この PDB にその標的分子やホモログの構造があるかどうかっていうのは、これ一つ重要であります。ですので、PDB が充実、さらに充実していけばですね、化合物の取得機会を増やす、非常に重要な要素でありますし、例えばですね、医療上重要な標的が2つあったときに、片やこの SBDD も取れるアプローチの研究と、もう片や SBDD は取れないっていうアプローチがあった、標的があったときには、やはり前者の方が可能性が広がるということで、そういうその製薬企業内研究のテーマの選択にも、この SBDD を取れるかどうかが大きいポイント、かつそのディシジョンに PDB に含まれているかどうかっていうのがポイントになっていると、そういうところがあります。ですから PDB はやっぱりこの SBDD の全ての基本にあるというところが1点目です。もう1つはバイオインフォマティクスにおける PDB 利用です。バイオインフォマティクスの創薬での役割は3点ほどございます。1つは実験のバイオロジストの利便性を向上させるということで、本日もポスター等で、いろいろと素晴らしいデータベースの発表がございましたけれども、我々、社内でもその社内のニーズに応じて、ユーザーフレンドリーなデータベース、そして GUI ですね、そういうものを作っております。それで実験研究者にの着想を促すという1つ、
もう一つは実験データ解析、まあ、配列解析、最近でいうと次世代シーケンサー、あるいはオミックス解析のような、まあ、大量データの解析がある。もう一つ重要なのは、研究戦略の策定に活用されると。データベースを作って、要はその実験の、なんていうんですかね、その末端的なものであったり、あるいは実験研究者の、まあ、なんていうか、基盤整備をする以上にその、例えばその研究のディシジョンメイキングをするそのトップマネージャーの人たちの、まあ、戦略を策定するというような、まあ、そういう、なんですか、情報筋っていうんですか、情報屋としての役割が重要性を増してきております。と言いますのは、最近そのやはりその創薬に有望な標的っていうのはまあ少数になってきていて、その少数の有望標的に対する競争の激化が起こっています。で、最速なゴール到達に向けた一種 その他社さんとの情報処理ゲームの要素を設定しております。ですから、例えば膨大なバイオ、ケモ、あるいは臨床情報の統合活用力、どの会社がどの情報を、その既存情報を集めて、またそこから推測していくのかっていうのが、まあ、差を分ける要素の一つになっています。化合物とタンパク質を紐付ける情報は特に重要です。 PDB はですね、立体構造上である化合物とタンパクがどういうふうにくっついているかを示す、まあ、良いソースの一つであります。そういう意味で PDB の充実化はこの情報処理ゲームに勝つ非常に貴重な要素であるということが挙げられます。3つ目です。バイオセラピューティックスにおける PDB 利用です。実は抗体タンパク医薬、まあ、こういうものを称してバイオセラピューティックスと呼んでますが、実は2013、14年度世界のですね、医薬品売上高トップ8つの中でですね、7つまでは実はその抗体タンパク、あるいはペプチド医薬というところになっています。なぜこんなに売れてるかというと、まあ、一つはこのやっぱりタンパク抗体医薬というのはタンパク相互作用をきちんと激烈に抑えますので高い臨床効果があります。一方でコストが高い、まあ、その売上が高いというか実は高コストというところも実はあるわけですが、保存が困難であればタンパクですので、まあ、大変、それから抗原性があるという問題も山積があります。長い歴史のある低分子創薬にと比較して、まあ、例えばケモインフォマティクスとか今はかなり充実しているんですが、このバイオセラピーティクス用のインフォマティクスの整備度は未熟です。言い換えれば、適切なインフラが整備されればさらなる成長が期待されます。 PDB に潜在、この意味では潜在能力があると考えます。なぜかというと、抗体タンパク医薬、これ自体がタンパクです。医薬品自身もタンパクです。標的も多くの場合タンパクですので、まさにその PDB の非常に重要なポイントである、活用の度合いがあるというところ、また合理的アプローチの整備が未熟であると。で、タンパクの凝集不安定性など、実はその生産に重要なヒントも与えられるということで、実はこの PDB はあまり、議論になりませんが、バイオセラピーティクス創薬の促進に高い潜在能力を持っているという状況がございます。さて、一旦総括させていただきます。創薬現場における PDB 利用、ストラクチャーベースドラッグデザインは古くて新しい活用法、化合物取得機会の向上で、PDB の構造の有無がストラクチャーベースドラッグデザインのこの GO NO GO判断になります。で、バイオインフォマティクスは現在少数の有望標的に対する競争激化を行っている中で、行われている中で膨大なる情報を味方につける重要な PDB がそのバイオケモ情報の貴重なソースになっています。バイオセラピューティクスは治療効果が大きく売上上位独占していますが、インフラ整備が不十分です。 PDB が今後より有効活用されるポテンシャルが大きいです。このように PDB は創薬に非常に多角的に活用されていて、かつ特にバイオセラピューティックスなどにおいて今後の期待も大変大きいという状況がございます。2つ目のトピックです。製薬会社主導の国際産学連携について申し述べます。2点申し上げます。まず1つ目、 EBI インダストリープログラムというのを紹介いたします。ヨーロピアンバイオインフォマティクスインシティュート、略して EBI ですが、これはヨーロッパ最大のバイオインフォマティクスのセンターです。イギリスのケンブリッジ郊外のウェルカムトラストゲノムキャンパス内に今日構えています。で、 EBI インダストリープログラム、 EBIIP と略しておりますが、これはこの EBI 欧州最大のバイオインフォマティクスセンターとビッグファーマ、製薬会社は多くの場合残念ながらですね、圧倒的に欧米の製薬会社の方が大きくございまして、まあ、ビッグファーマと呼ばれてますけれども、17社とで作る国際的な産学連携です。
国内は、アステラスがのみが最近参加しておりまして、年に4回の定例会議や年に6回のワークショップ、10回ほどクローズドな会議が開かれております。まあ、実際その中でそのアンティボディインフォマティクスというのもこのトピックのに載っているわけですけれども、実際このバイオセラピューティクスの基盤確立につけて向けて、そういったそのコミュニティ構築、そしてプレコンペティティブ課題の抽出がこういう場で行われています。実際これは私ここにおりますけど、このアンティボディインフォマティクスをドラッグディスカバリーという点でですね、私たち、それからサノフィ・アベンティス、それからメドウィム・アストラゼネカ、さらにですね、そのアカデミアでその世界最大の抗体データベース、世界最大の抗原データベースを作っている先生方、こういう方々とともにですね、国際的な産学連携でこの抗体のインフォマティクスをどう整備していくのか、そういう議論が行われています。一社だけで整備する必要のないというか不可能な、そういう整備を基盤を共同で構築する、そういうことが行われています。その中でこの PDB というのは当然あるもの、もう基本中の基本、本当にライフラインのように用いられているという、そういうふうな認識がされているということを紹介いたします。これはそのちょっとビジーなスライドで申し訳ないんですが、アンティボディドラッグディスカバリーに関する一連の表になります。これまあ5階層ありまして、一番下にこのプロテインデータベンクがあって、全てのインフラだということを強調する資料です。この上の4階層は、まず抗体創薬の流れを示しています。抗体創薬の流れ、ちょっと簡単に紹介しますと、抗体創薬には、まあ、悪者分子ですね、標的分子アンティジェンがあります。このアンティジェンをネズミに免疫してヒット抗体を得て、活性を測定して一つのリード抗体をエンジニアリングによって最適化します。そして生体内で PKPD を測定して、開発抗体として、あとはクリニカルトライアルや大量生産をしてアンティボディドラッグになると、極めて甚だそのラフですが、こういう流れの中に実は非常に多くのオブスタクル、すなわち問題がたくさん山積します。物理科学的な問題だとか、実験解釈が困難であるということも、自体はその実験のデータがなぜかこれがピーク割れをしてしまうとか、なぜか再現できないとか、そういう問題が実は実学の中にたくさん起こって、そういう問題もあります。当然その T ハーフが短いとか、アクティビティが低いとか、まあ等々もあります。でそういうものに対して、例えばインフォマティクス、インシリコによるソリューション、ヒントを得るとか、ラショナルデザインとか、そういうようなことが使われます。そしてそのためのバックグラウンドは、結局はその抗体や抗原のモデリング、あるいはシミュレーション、エピトープやパラトープというもののプレディクションというものがあって、しかしこういうものをさらにそのために基盤になっているのはプロテインデータバンクであると、こういう流れが実はこういう国際産学連携で議論する中で、こう EBI の中でも行われています。ですからこういうこの PDB の充実といったところに、製薬会社、欧米の製薬会社は大変強くコミットしていて、場合によってはその自社で捉えた立体構造もこういうところにたくさん流すというような動きが行われています。本当にライフラインの中心になっているのが PDB であるというところが挙げられます。ですので、それほど重要であれば、もうわざわざその PDB 重要と言わなくてもですね、認識度が高いでしょうというふうに思われるかも分からないんですが、実際こういう流れになっていることは、こういう絵にしてみると分かるわけですが、我々実際例えばその企業のアッパーレベルマネージャー、本社の人たちとか、そういう人たちは基本的にこの上のところにを中心とした興味があって、あと下のところは良きに計らえるという、そういう感じになります。またその企業内の実験の研究者はここに興味がありますが、その下のところはインシリコ屋に委ねられているというようなところがあって、それぞれ の部署 の何ですか、そのセクターですね、担当者っていうのが結構その興味がバラバラですので、最終的にこの PDB が支えられているということはあまり認識されていないというのが問題になります。ですから残念ながら そこが外国かぶれした表現になるわけですが、ビッグファーマの人たちはこういうことの重要性が分かってて、そしてそれの充実に自分たちもコミットしている、その分はやはり残念ながらちょっと見習わないといけない点だなと思っております。もう一点ですね、実は、こういうその何でしょう、バイオインフォマティクスのツールですね、
そういうものを横断比較しようという国際アセスメント会議、こういうものはよく立体構造の、まあ、何ですか、コンペティション形式のアセスメントとか昔からよく行われてたんですが、だんだんとそういうその基礎的なものではなくて、最近はファイザーのですね、これJCR マグロっていうその、ファイザーの抗体工学のヘッドの人が主体となって、実際その、まあ、そのアカデミア中心でやられている構造予測ではなくて、実際にその企業内で抗体を設計するとしたら必要なのはやっぱりその抗体のモデルの精度であるということで、そういうアセスメント会議が行われたりしています。で、実際これ13年12月に IBC 抗体工学国際会議というものが、まあ、抗体創薬国際会議というのはロサン政府で開かれたわけですが、そこでこういう協議が行われました。実はこの4社ですね、CCG アクセルディスとかこういうその抗体のモデリングソフトを販売している会社とか、あとそのチームロゼッタですね、ロゼッタっていうまあデファクト標準でよく使われているツールですが、そういうことを使われているグループ、あとそれとまあちょっと私たちアステラスはこの大阪大学の PDBJ のグループの方々、それから医薬基盤系の方々と一緒にですね、こういうまあ一種コンテスト形式のアセスメント会議に出ました。まあ競技は11個のクイズをブラインドテストで投げられて、まあそれがどの程度あったかっていう話なんです。で、まあこういうことをやりますと結構やっぱりそのタンパク、その PDBJ の担当されている方々のおかげでですね、大変そのタンパク科学のことをよく知っているので、一般的なロゼッタとかそういうその方法がデファクト標準と言われてるんですが、まあこういう日本チームの方が良かったというようなことで、やはりその PDBJ あるいは PDB をしっかりと解析されているチームというのがこういうところでも役立っているということが分かります。まあ、以上ですね、結論になりますが、今や企業内の創薬研究現場において PDB は多角的な活用が行われていて、また今後の期待も大変に大きいわけです。製薬企業の国際産学連携においても PDB は重要なインフラの一つとして認識されています。日本で提供されている PDBJ は日本語での説明を付加されており、この日本語での説明というのが本音として大変ありがたいところがあります。あと構造生物学以外の専門家の方々にとっても便利であると、そういう工夫がなされていること自体大変、実は大変本音としてありがたいわけです。アカデミアにおけるその地道な工夫点というのが企業内研究の下支えになっていることは多いですけれども、その恒例であろうというふうに考えております。以上で発表は終わります。ご清聴ありがとうございました。